スタートしましたのは、県民の敗者復活戦、その第2局です。まず、自宅通り、ゴジナンバー152番の伊藤良介選手、朝日大学。その後ろが、ゴジナンバー192番、山根健太選手、金谷体育大学。3番手には、ゴジナンバー55番、林佳文選手、日本大学。最後方には、ゴジナンバー134番、山本博選手、朝日大学です。この中では、山本選手あたりでしょうか。朝日大学の山本選手、日本大会ではスプリントの第一位でしたけれども、本日は平均しかも最初に使っていきます。このあたりがそれとも地元の出身、金谷体育大学に進学している山根啓太選手。山根選手も少年の頃でしたでしょうか、国体での優勝経験も持っている。さらに林選手も高校時代の優勝経験を持っている。伊藤良介選手はこの種目、西日本の第5位に入賞していただけるか。これで大丈夫か、最初分かりません。4人の方はまだ分かることができるのだけれども、どうでしょうか。さあ、それにあって前に出たのは黄色いユニフォームだ。山根健太選手が前に出た。先頭対して山根健太の山根選手、追い込んでくる。さあ、どうか。さらには昨年に行われました全日本の大学自転車競技大会、メキシコで行われた全日本大学自転車競技大会、その優勝選手が生まれておりました。第2組では、まずは今先行しています中原光大選手。中原光大選手は東日本選手権では第4位、また昨年の女性の選手権に行われましたけども、この時はこの組で第4位。その後ろ、その後ろの橘正也選手も昨年行われました全日本学生トラックのこの種目第4位。そして真ん中にいる中央大学、西郷大選手はルーキー選手、今年大学に入学をしたルーキー選手。さらに彼は体育大学の田中俊太選手が有力選手を含めて5人の選手、残り2位となっていて、そこから35番最高が前に出た。斉藤選手と法政大学競り合って、中原選手あたりが競り合って3コーナーから4コーナー特選勝負になった。さあ、どうだ、この時に勝って追い込んだ。それまで斉藤選手が残ったように見えましたけれども、
違反行為などなかったでしょうか。総務部が本人の122番中島良太選手対する本人の中島良太選手に慶応を最後のフィニッシュライン。
先行しておりました。